はい、こんばんは、タイデンです。6月13日の、火曜日の夜の8時15分ぐらいですね。先日また中古でエフェクターを買ってきたですよね。はい、エレクトロハーモニックスの、はい、スモールクローン、はい、コーラスですね。コーラス、これはなんかアダプターが違うから電池でしかおそらく使えないということですけど、ステレオではないんだね。モノラルで、はい、音がすごく深いです。はい、ボスのと違う、ボスが悪いわけじゃなくて、このなんかすごい深みのあるいい音でした。で、これはエレクトロハーモニックスだけど、まあ、これはその前に買ったデジタルデイレイ、おそらくこれはあの TC エレクトロニックで、なんか名前が、会社の名前が似てるもんで、はじめ同じ会社かと思ってた。はい、で、あ、今日これ頼んじゃった。なんか2万円ぐらいでリズムボックス、これも、ただこれはあの他の機械とのなんかシンクロができない、これだけでチャカポコチャカポコやるしかない、ね、音がすごく生のドラムに近いから、はい、なんか値段がもっとするんだよね。こう 中古で2万ぐらいだけどさ、うん、なんかネットで調べてみたらわかると思います。はい、なんかとんでもなんか7万とか8万とかつけて売ってるとこもあるよね。はい、だいたい3万円ぐらいだと思うんだけど、本当は。はい、で、あれしよう、結構これも前にあの中古で買ったボスのベース用のイコライザーなんですけど、 GEB の7って書いてあるよね。で、つい先日また楽器屋さんで中古を見つけて、これはパラメトリックベースのパラメトリックイコライザー PQ3B ですね。はい、で、これいじる周波数をこの、まあ、3段階、低音中音高音と分かれてて、そのいじりたいところをこの周りのこれで調整して、その周波数をブーストしたりカットしたりするのが内側のこのつまみでっていうことですね。はい、珍しいと思って、で、その次の日にあれ、こっちのグライコも買ってけばよかったなと思って、はじめあのベース用じゃなくて普通の G7 ってやつだと思って、ギターの方のね、ベースじゃなくてギターの方のイコライザーかなと思って、ちゃんと見ないで頼んで、電話で頼んで置いといて買いに行くからっつって、で、買ってきたところで、あれ、あ、これベースの前買ったじゃんと思ってね、見たらもうほら色も違うしさ、ね、これはこれでなんかシリーズだったのかなってね、あ、よくわかんないんだけど、よくよく見るとね、よし、これ、名前がこっちは GEB の7で、こっちは GE の 7B ってやつでね、うん、なんでだろうね、うん、で、まあこのいじれるね周波数もね若干違うんだよね、うん、4.5kHz、10kHz、ね、これは 4kHz までで、ね、これ見てくれれば分かると思うんだけどね、全く一緒だったらね、なんかつまんなかったけどね、若干違うというね、うん、
まあ音はまだ聞いてないけどさ。うん、こっちの方がちょっと 高級感があるね。うん、まあ台湾製だけどね。うん、これも台湾製かな。はい、AKB48 的に言えばマチャリンみたいな感じですかね。はい、これも台湾製だ。うん、あ、そうそう、マチャリンまだいたんだと思ってね、あの子。最近あんま聞かなかったけど、あの AKB ビンゴが終わったくらいになんか YouTube でよく見えてたけど、今はみんな消されちゃったよね。うん、そうそう、なんかもう、あ、でもまだ細々とやってんだよね。うん、なんかあの恋するフォーチュンクッキーとかハロウィンナイトの頃までだよね。うん、なんか今韓国帰りのさ、なんか髪の毛染めてる人があれだけどさ、なんだかねみたいなさ。うん、はいはい、まあそんなこと言ってる中年のおっさんはあれだけどさ。うん、まああれだね、アキナとかさ、キョンキョン世代だからさ。うん、そんな感じで、はい、あとは特に変わったことはないと。また15日になんかさ、大腸検査でさ、なんか薬バンバン飲まないといけないんでね。うん、結局この間買ってきたリズムマシン、まだ自分でプログラムしてないっていうか、電気入れて一回音出したんだ。うん、これはどっちかっていうとね、曲作るっていうかね、あのギターのね弾き語りみたいなね、バックにね流してね、あのやるような感じだよね。うん、フォークギターでね。うん、そんな感じで、どうもありがとうございました。